檜山博ヒは日本の実業家である。丸紅の社長や会長を歴任し、同社中高の祖と言われる。一方、ロッキード事件における中心人物の一人として有罪となった。茨城県中郡中町生まれ、旧西三途中学校を経て東京商科大学卒業。大学在学中は柔道部のエースであった。大学を卒業した1932年に、 大道貿易入社、1952年に、丸紅飯田取締役、道場務、専務、副社長を経て、1964年に、同社長、1975年に、丸紅会長、1976年に、同取締役相談役。ロッキード事件に絡み、国会で、承認喚問される。承認喚問で、サインした。 領収書4通に表示された、ピーナッツ、ピーシーズの意味は、全然知らなかった。領収書に関連する金品の授受については全く、感知していない。丸紅が、ロッキード社から、正規の手数料以外の金を受け取ったことは、絶対ない。大久保敏晴伊藤博史料人から、領収書にサインはしたが、金品の授受については一切感知していないとの、 報告が事実と確信していると証言したことが、偽証として告発された。ロッキード事件では贈賄罪と議員証言法違反で起訴され、1995年最高裁判所で、実刑が確定するも、恒例のため執行停止となり、収監されないまま2000年死去。このまま1985年から1999年まで、丸べに名誉顧問を務めた。 ありがとうございます。